ビラレアルデ、サントアントニオは、ポルトガルの南部アルガルベ地方ファーロー県の都市である。面積は57.53平方キロ、2004年、現在の人口は18,158人である。アルガルベ地方の最南東端に位置する。グアディアーナ川を挟んだ対岸は、スペインのアヤモンテである。グアディアーナ川はここで、大西洋への河口をなしている。 ビラレアルでサントアントニオ氏は次の3つの区に分かれている。このうちビラの場でカセラがカストロマリムを挟んで飛び地となっている。この都市は以前よりスペインとの交易で栄えてきた。1991年にグアディアーナ川上流にスペインへ渡る橋ができたためにこの都市を中継する必要がなくなった。その結果ビラレアルでサントアントニオ氏における 公益港は激減した。ポルトガル国鉄アルガルベ線の最東端である。以前は、ビラレアルで、サントアントニオ駅が最東端であったが、蒸気の橋ができたために廃止された。現在は、そこから1キロメートルほど北西にある、ビラレアルで、サントアントニオ駅から列車が発着している。車を乗せられる小型フェリーが、対岸のアイアモンテまで航行している。フェリー乗り場の前からは、 各社の路線バスがポルトガルやスペインの各地へと運行している。ありがとうございます。